俳優の伊原六花が主演を務める日本テレビ系ドラマディープ肝臓を奪われた妻、毎週火曜深0時24分深0時54分の第3話が16日に放送された。 LINE 漫画で累計閲覧数1億3300万ビューを超えた韓国発の人気漫画が原作。物語は主人公優香、伊原が理不尽に肝臓を奪われてしまうという衝撃的な展開から始まる。誰しもが応援したくなる痛快な復讐劇となっている。しかし単なる復讐ドラマでは終わらない。最愛の人から裏切られ他人を信じられなくなった優香が、それでも支えてくれた温かい人たち、守るべき我が子のためにもう一度愛を信じ前を向いて歩いていく成長物語となっている。優香の策略によって井川健三、田村健太郎との婚約発表が失敗した元夫中村光星、桐山さざ波の妹ひろこ、加藤千尋は健三のくせに恥かかせやがってと絶叫。物を投げ飛ばして大暴れした。